今日病院行ってきたんですけどね、すっごいおでこ、うわてっかてかやん、おでこ。やっぱ卵1個しかないんやって、右側にね1個あって左にはないって言って、でちっちゃくって、でちょっと内膜も薄いから、でちょっと遅れとると、卵の成長がね。いつも私早いんやけど今回遅いんやって。一応また来週の火曜日に行くことにはなっとやんけど、採卵が来週末金曜日か土曜日にできたらええですなぁ言うて、で今日まあ卵の成長もね、促すためにホルモン注射打って、 HMG 注射150単位 F 打った。いや注射さ痛くないんやけどさ、看護師さんがこうお肉をキュッと持つんよね。そのキュッと持つこのキュが痛いんよ、針とかよりも。わかる？今回この検査結果、このクレアチニンっていうのがちょっと俺が調べたね。何やった？これがね、筋肉が運動する際必要なエネルギーを生み出した後にできる老廃物、腎機能の低下やて。アホ、あそうなんやと思って、うーんって。なんかこの原因が一時的な、まあ一時の脱水症状だったりタンパク質摂取の増加で、まあたまに異常になるよっていうことらしいわ。原因ちょっとわからん。私でもほあんま水飲まんのやようないな思ったんやけど、自分で意識的に飲まんかったら水分摂取せんけんな、まあ、そういうもあるんかな思うよ。ちょっと自分に言い聞かせよる、飲まないかんよ言うて。ほいで、あと PT 時間過去病、これが何やったっけ、ビタミン K 不足。まあでも先生はそんな、なんかこのなんか数値見てそんな言うほど悪くはないって、ふんふんふんみたいな感じでペット渡されたけど、これが何なんかようわからんよな。まあまあそんな悪ないよって言われたんやけど、この間さ、保険適用外で2万円かけて精子の凍結保存をねしに行ったんやけど、その持って行った日に担当してくれとる、私の担当してる先生が午前中休みやったけん、別の先生にね、まあ、見てもらったんや。ほんならもう、あ良好です言われて、うちの夫のあれがねあれ良好なんやって。で今回、まあ、いつもの担当の先生にも見てもらったんやけど、まあ、なんかめっちゃ良好なんやってこれ旦那さんがもし朝おるんやったら、仕事とかでおらんとかじゃなくて朝ほんまにおるんやったら、これ朝一の新鮮なやつ取ってきてって言われたえって。そう、うちだから旦那がなおらんやん、仕事で。もう今日もおらんし、これ職場でな、今職場なんやけど、おらんからやりますよっていう日におらんかったら困るからって呼んで精子凍結保存したんよ。4回分できるんやって。そのあんまりにも数値が良くて、運動率がいいんかな、とにかくめっちゃ元気やから、これもうその何、ほら凍結したやつを溶かして使うじゃなくて、やっぱりその日の朝に取ったやつ、新鮮な取れたてのを使ったら、これ絶対大丈夫、これ絶対いけるよこれってすっごい言われて今日凍結したんや、あるんそれいやそうなのね。だからおらんことが多いからね、特にこう週末とかは絶対おらんから。でまあ私のね、卵やっぱ採卵せんかったら私の卵の質もわからんやんか。みんながありがとう、みんななんかいっぱいみんなアドバイスくれて、そのみんなのアドバイスを元にね、質を上げるもの、食べ物だったり、まあ食べ物やな、食べ物はすっごい、もうすっごい今すっごい頑張っとる食べ物。私にできることはまあマジでほんまにもう少ないんでね、少ないし大事なことばっかりやけん、まあ、今すっごいめっちゃ頑張っとるよっていうのをみんなに伝えたこと。これな、そうこれ頭痛いね最近、首凝って、これつけてっとったんやけど、ダッサいなこれ、はずなんでつけてったんやっていうのが今の流れでございますね。でちょっと仕事の方もね、私は暇なんやけど、お父さんがちょっとめっちゃ今忙しくって、でこのスタジオのね、このワンコの撮影とかもちょっといろいろイベントが重なっとって、だからその採卵する日に
猫ちゃん3匹の撮影が入ったんよめっちゃ楽しみなんやけど、猫3匹、初めての猫が来るんよ、ここのスタジオに。だから私的にはその次の日がええなって。その次の日はね、私はフリーなんよ。でも夫さんは出張でちょっと県外に行ってしまうんやけど、でもその次の日がお外で撮るワンちゃんのイベントをね入れちゃったの、私が。うんうん、天気もなんかめっちゃええらしいんよね。あのネモフィラと撮るワンちゃんの撮影会っていうのを企画して、ありがたいことに来ていただけるんやけど、だから採卵した次の日がそのネモフィラの撮影会、大丈夫なんかしら、私ちょっと分からんないんやけど、採卵した後ってみんなあれなん、どうなん、やったことある人動けるもんなん、教えてまた。うん、うん、普通に日常生活ってできるもんなんかな、教えて動けるもんなんかな。その採卵した日はさ麻酔するんやろ。で私位置がちょっと悪いけん、うん、静脈麻酔なんかな、え、どうなん、でも一個ごときで静脈麻酔ってするもんなん、え、教えて聞けばよかった今日先生に。スケジューリングもさ、もう見て、手帳つけよんで、うん、スケジューリングもまあまあまあ一歩前進っていう感じで進んでおります。